先日も南シナ海でベトナムの漁船が中国の漁船に攻撃、体当たりしてですね、されて沈没したり、東シナ海の上空では中国の戦闘機が自衛隊機にわずか30メートルの距離まで接近するという、そういう事件もありました。いろいろなところで挑発行為を繰り返している中国です。田口さん、このまま放っておいて大丈夫なんでしょうか。はい、今回のその自衛隊機の接近トラブルは中国が勝手に設定した防空識別圏エリアでのトラブルでした。はい、中国側の戦闘機は自衛隊が持っている F-15 とその遜色のない高性能 の戦闘機だったんですけれども、はい、ただその何せ中国と日本ではそのパイロットの技術に比較にならない方の差がありまして、たとえ有事になったとしてもその航空自衛隊に分があるというふうに見られています。そうですか。はい、はい、もちろんその中国には戦闘機の数が多いというのはその軍事費を見てもその一目瞭然ですけれども、その有事の時に大事なのはその戦闘機の数よりも、はい、情報収集力や艦船などの連携などといったその総合的な軍事力なので、そのあたりで現状その中国は自衛隊機に勝てる見込みはないというのがその大方の見方です。はあ、このじゃあ30メートルに近づいたっていうのはものすごいその、技というかですね、技術持ってるのかなと思ったら、はい、そうでもないってことなんですかね。そうですね、元その自衛隊のパイロットの方に聞いてもですね、日本 その航空自衛隊でも30メートルに近づいてその相手に警告を与えることっていうのはまあ、あるそうなんです。ただ今回の場合はその戦闘機じゃなくてですね、はい、その情報その偵察機に対して、公海上で行ったっていうことがその常識外れだということでした。はあ、